あ、ミムさんセッティングできました。はい、あ、ちょっと5階で片付けます。5階で、あ、じゃあ投げるとこ。はい、じゃあ後ろ気をつけて投げましょうか。ボールを投げるように。いくよ。うん。オッケー。おー。返して。このね、こういう浮きがついとんとか難しいんですよ、その投げるの。はい。気をつけてください。指貫通したら病院行きになるかも。これがバスって入ったら。ニューさん、大丈夫でした？あ、これ、ちょっと切ろうかな。餌つけてください。ハサミがそこにあるんで、はい、ちょっとこれ、うん、その出てるもオレンジ色のハサミ。え、これミムさん、このサムネいけますよ。ちょっと使っていいですか、ここ。マジですか。ちょっとこれ石丸さん、はい、ちょっと別の撮影になってたよこれ。で、こういう、あ、こうか、3回ぐらい、何でもいいから3箇所ぐらい引っ掛けたら、うんうん、まあ2箇所でもいいですけどね。2箇所引っ掛かりました今。来たか、はい、これ見て。引け引け引け、手がかり、負け負け、来た来た、行け。あ、いいよ。ミムさん、当たりますか？あ、なんか当たった。ない。え、ビクビクっときます？引っかかってますね。あ、根がかり？根がかりしてる。あ、じゃあゆっくり切るか、うん、このワカメみたいなのがね、うん、いっぱい根がかりか。多いよ。僕はワームでね、大物狙い。90センチ、1メータークラスのクロソイ。止め！釣れた、でかい！すごいすごい、でかいぞ。石丸さん、カメラ持って。大物なんですけど。本当に記録魚なんですけど、カメラ まだよ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 、まだよ。でかいですけど。やばいやばいやばい。カメラ赤いのついてる。え、あれ、すいません。あー、すごい。え、すごいすごい。ナイス。カサゴやるな。おー、すごい。ゴミかと思った。ねえ、最初ワカメみたいな。完全に一撃。来た来た。違うかも、これ絶対違う。ね、目当たりってやった。あ、ゴミか。皆さん、これ見て。うん、出た。おぉ、ミムさん。ミムちゃんの惜しかったね。ちょっとこれでかいんですけど。待って。23センチのカサゴ。1投目、ワームで。おぉ。餌なくても釣れたんだ。すごい。餌なかったんや。わ、ワーム。さっきのあの、偽物のやつ。みんなこれで釣れるんだ。あ、餌でも釣れる、でも。あ、さっきの釣り人も釣っとったな、それ。うん、やります。釣れた釣れた。マジ？バケモン釣れました。大物や。か海藻かな。バケモンだ。バケモンや。海ですごいな。いきなりアクアリウム。ものの開始10分で。すごい。やば。しかもワームっていうところがすごいな。この方のおかげで映えそうねんけど。あ、これはいいね。どない？いや、最高です。水槽ができました。カサゴくんでかいよ。すごい映えとる。危ない。後ろ見て後ろ見て、うん、後ろ見て。いいよ、大丈夫よ。はい、来た来た来た。え、マジで。ああ、いや、なんか魚ついてない。魚ついてる。いや、ちょっと待って。いや、ミムさん、これゴミですね。どうですか、今1時間やってみたところ。いやー、ちょっとポイントがダメですね、ここ。まずいですか。あ、傘傘傘傘傘。はい、傘で、あ、カサゴに かけて傘やな。もう焦点が合ってないでいいですわ。あ、うまい。ちょっと一言感想言って感想言ってもらっていいですか。人生女。人生女。感想感想。寒い寒い寒い。この暑いのに、はい、これ逃がしましょうかね、今。あ、ごめんなさい、今回食べないですよね。食べないです。よし、じゃあ逃がします。これね、もうこのアクアリウムができただけでもう最高ですよ。海の中に入った感じ。うわ、泳いでる。こうやって泳ぐんだ、カサゴは。よし。うわ、ちょっとトゲがある。うわ、怖怖怖怖。よし、逃げて。